カルロルビアは、イタリアの物理学者。1984年のノーベル物理学賞受賞者。五立屋出身。ピサノスキューラノーマルで、宇宙船の研究をした後1958年頃、都米市コロンビア大学で、ミューオンの実験に加わる。1960年頃、ヨーロッパに戻り、新設された欧州原子核研究機構で、弱い相互作用に関する実験を行った。 1970年にハーバード大学の教授になったが、ヨーロッパとの間を行き来して、セルンでの仕事を続けた。1976年にヨーコとハンヨーシを同一のリング中で加速するスーパープロトンシンクロトロンの製作を指導した。SPS は1981年から稼働し、1983年1月に UA1 検出機で、 W ボソンの生成されたことを発表した。2ヶ月後には、Z ボソンも観測された。1984年、カルロル・ビアは、シモン・ファンデル・メールと共に、ノーベル物理学賞を受賞した。史上、発見から受賞までが、最も短いノーベル賞受賞となった。1989年には、ニューサウスウェールズ大学より、ディラックメダルを受賞。 1989年から1993年までセルンのジェネラルディレクターを務めた。また、ルビアは加速機駆動未輪回路の構想を提案している。トリウムを燃料とするもので本質的に暴走事故の恐れがないこと、放射性廃棄物の半減期が短いことなどの特徴がある。C ・ロベリ、すごい物理学講義、川で文庫、2019年。 百1 6 9ありがとうございます。